東京ビッグサイト全日本模型ホビーショー2022行ってきました。3年ぶりの開催ということで期待も高鳴ります。青島スナップキット壮観ですね。一つのジャンルとしてもう確立された感があります。 Z ランボルギーニ GTR、 スープラジムニー、 CHR2000GT にベルファイア、そして会場で発表になっていましたケンメリ GTR、 32分の1なんですがたまらないですね。素晴らしい出来栄えだと思います。改めて32分の1のこのサイズ、コレクション性が高くていいなと思います。ただこのケンメリ GTR、 つい先日ですね、長谷川が24分の1で出していたんじゃなかったかなと思います。同じ会場にありました。決定版とも言われたケンメリ 2000GTR、 スケールを変えて並べても面白そうですね。さらに2022年11月11日長谷川からスカイライン 2000GTX ケンメリが発売されます。これまた愛おしいデザインですね。おじさんにはたまらない。またこの作例のブルーの塗装が美しいですね。パーツ構成、心臓メッキパーツとがこんな感じです。そして2023年新作として青島から CB754 12分の1で発売されるみたいです。完全新規金型、タミヤの6分の1のイメージが強いんですけども、12分の1のこちらいいですね。しびれますね。こんな大きいバイク誰が乗るんだ。本田宗一郎さんの言葉、昭和の夢が詰まっています。 CB7 班の奥に RZ250 がいました。完全新規金型で2023年発売予定です。こちらは完成品のダイキャスト、試作品なんですが、こちらまた2ストロークのこのマッシブな感じが出てていいですね。3D モデルからの出力品と思われますが、すごい出来栄えです。 RZ250 は2022年11月に長谷川からも発売されます。こちらはプラモデル、RZ が青島長谷川からの共作で出ます。2022年にこんなことが起こるなんて。2ストローク、レーサーレプリカの先駆け、80年代日本が最も輝いていた時代のオートバイ。オートバイは旧車に当たりますが、プラモデルは最新設計です。シートの裏側まで再現されています。繊細なフレーム、タンクの造形、エンジン、クランク、見事です。またこの展示された作例が完璧なんですよね。まあ、作例なんで当然なんでしょうけども、目を奪われますね。長谷川のこの繊細な作りでも、ちょっとさっきの青島と比べてみたくなったんです。で、並べてみました。青島は完成品のダイキャストモデルとして考えています。なので単純にプラモデルと比較はしにくいところもあるかもしれませんが、メーカーによる解釈の仕方、モデラーの視点、デジタルモデルからの切り出し方、全部が面白いですね。タンク、
エンジン、フレーム、タイヤ周り、全部パーツ個別に比較して楽しんでみたいです。さらに長谷川からは、新作のミニ、屋根も分割されて作りやすくできています。窓枠もマスキングで綺麗に塗れるように工夫されていますね。青島からはプリペイントモデルのラインナップがさらに拡充されていきます。イニシャル D 高橋兄弟の RX7、 ボディ窓枠はすでに塗られた状態です。この技術すごいですね。以前私も鉄仮面スカイライン1台作ったことがあるんですが、1日で一気に組み上がるこの快感は他では味わいにくいですね。続いて青島、完成品バイクシリーズ ZX25R 250cc マルチエンジン、レーサーレプリカのスタイルが復活されています。現行型をこうして出していただけるのは嬉しいですね。そして青島といえばイデオン、まさか2022年の現在、青島から新作イデオンが1万円で出るなど誰が予測したでしょう。しかもこの出来栄え、いやマジでかっこいいです。第六文明人の遺跡、全方位ミサイル、波動ガンにイデオンソード、波動ガン発射姿勢、たまらないですね。そして長谷川からはもう一台の巨大ロボット、まさかのアイアンギア500分の1で復活です。2022年ですよ。どういうことでしょう。おじさんは嬉しいです。ランドシップ形態、さらにさらにキャプテンハロック、アルカディア3番艦海強行型、はまらないですね。かっこよすぎます。そして長谷川、自販機シリーズレトロ自販機、新作アイスの下に過去作がずらり、白ポストブックベンダー、ラーメン、トースト、うどんそばにハンバーガー、新作のアイスもいいですね。このアイスクリームと書かれたフォントの感じが昭和でいいな。出来栄えも素晴らしいですね。ビニールにくるまれている本、ラーメンにホットサンド、うどんそばにハンバーガー、こんな感じでした。さらに12分の1の椅子と机シリーズ、学校教室椅子と机、会議室の折りたたみ椅子、工事現場、理科室の椅子と机、ベンチ、スケボーがついてますね。青島はちょっとやんちゃなシリーズ、リバティウォーク、自由に歩くカスタムカー、ランボルギーニ、アベンタドールにムルシェラゴ、2塗装でもここまでいけるんですね。ルビーワークスシリーズで見るとすごいですね。ナイトライダー、ナイト2000も展示されていました。喋り出しそうですね。そしてザ・ハイソッカー、ハイソサイエティ、
上流社会という意味だったと思いますが、そんなことはどうでもいいです。このエアロパーツバリバリのセドグロこそがザ・ハイソッカーです。このテスタロッサみたいなスリットの入ったシーマ、たまらないですね。ここからは長谷川、エレガントな車両に移っていきます。トヨタ MR2、いいですね。当時から実車もおもちゃみたいでしたが、プラモはいいな。そしてイスズ117クーペ、宝石のようなマシンですね。トヨタスープラ 2000GT、 そしてジムニー、ステンレス製エッジングパーツのルーフキャリア。BMW02 とルマン栄光のマツダ 767B、スズキ GT38、 さらに奥には自動車の作例が大量にありました。さながら自動車ミュージアムです。トヨタ 2000GT、マツダコスモスポーツ、スバル360、ダルマセリカにランチャストロトス、後ろはジェミニ、 Z カルソニックスカイラインにサニトラ、ホンダ N360、 三菱コルトゲラン、ダルマセリカ、ブルーバード 1603S、 フォルクスワーゲンデリバン、バス、ピックアップ、セブンススカイライン、ブルーバード、ギャラン GTO、 アスターレット、懐かしいですね。レヴィン、このブルーバード、ランサー、いや80年代ですね。あ、 GTR、 サンニー、スープラ、X7、 Z にケメリ GTR、 117クーペにパルサー GTIR、 あ、この RX7、実は今私も作ってます。あ、このセブンすごいな。レーサーレプリカ、本気のレーサー、
ースクイーンもいますね。逮捕しちゃうぞも絵柄が懐かしいですね。アメリカンショーガール、そしてケッチマッハ KR、 川崎の2ストロークシリーズで締めになります。次回はタミヤほかメーカーを当たります。